皆さん、速報よ。阪急電鉄が、2024年夏から、新形式車両、2000系、2300系を導入するということを、今日発表したの。つまり、2023年に登場した1000系、1300系以来、11年ぶりのモデルチェンジとなるわ。その2300系の外観イメージはこんな感じ。同時に登場する2000系も、外観は同じ感じになるようね。従来の1000系より、曲線部がより目立つデザインになっているわ。主に京都線で活躍する予定の2300系の車内はこんな感じ。2300系は、1300系ではなく9300系を引き継いで、クロスシートとなっているようね。でも、車内の感じや、窓割り、案内装置などは、1300系と同じみたいだから。9300系と1300系を混ぜた感じになるのかしら。この2300系の、大阪型4両目には、今話題の座席指定サービスが導入されるらしいわよ。続いて、神戸線、宝塚線で運行される予定の2000系の車内。座席はロングシートで、1000系とそこまで変わらない印象だけど、袖仕切りが半透明なものに変更されるようね。また、2300系、2000系共通で、車椅子スペースの拡大など、バリアフリー設備を充実させるみたいよ。あと、阪急初の、静音性に優れた、インバーター式の空調装置が採用されるらしいわ。制御装置は、最近流行りの SIC 素子を用いた VVVF 装置になっていて、消費電力の軽減に貢献しているわ。さらに、走行中は、横の行き先表示器は消灯するようね。2300系の導入で、現在特急として活躍している9300系は、次第に置き換えられていくことになるのかしらね。そうなると、9300系が、特急以外の運用に入る機会も、今後、増えていくのかもしれないわ。2022年に、グッドデザインロングライフデザイン賞を受賞した阪急電鉄。今までの阪急らしいデザインを踏襲しつつ、新機能を追加した2300系の新たなるデビューに、大きく期待していきたいものね。